チェコスロバキアンウルフドッグミ犬とは、犬とオオカミの交雑犬、もしくはその交配をもとに作出した犬の品種のことで、ある。英語では、ウルフハイブリッド、ウルフドッグなどと呼ばれる。オオカミ犬は、大型犬種の一つ。シベリアンハスキーや、アラスカンマラミュート、ジャーマン、シェッパードドッグなどの犬種と家畜化されたオオカミと、交配したものをこう呼ぶ。 狼の血が75%以上のものをハイパーセントと呼び、外見が狼により近いために好まれる傾向にある。サーロスウルフドッグ身体的特徴は掛け合わされた、犬種によってやや異なる。体高6 6トルから8 1トル体重4 5ラムから7 0ラム姿形が似た、ハスキーなどと比べると痩せて見えるが、 体毛の密集度が高いために慣例には強い。耳は立ち耳で、顔は細長く、聴力と嗅覚は、他犬種と比べても特に優れる。性格面では、身体面よりも個体差が大きいとされる。家畜を襲う狼のイメージから、凶暴な犬種と見られがちであるが、飼い主がリーダーとして主導権を握っていればむやみに、人畜を襲うことはない。 野生味が強いために警戒心は強い反面、自然環境で生存しようとする本能から仲間と認めたものとは極めて良好な信頼関係が築かれる。その結びつきの強さは家犬イイとして長い歴史を持つ他犬種よりはるかに強いとされる。高度な社会性を持ちリーダーと認めたものには従順であるが、人間の家畜、または愛玩動物として、 特化改良されてきた他犬種と比べると、順値は困難な部類に入る。知能は非常に高いが、独立性が強く、ブリーダーやトレーナーとして熟練したものでなければ、完全にしつけることは容易ではない。飼育に必要な面積は1頭あたり30平方メートル以上、理想的な運動量は1日2から3時間以上とされる。また、跳躍力が非常に高く、 個体によっては2から3メートル程度の柵を経験と飛び越えるものもある。飼育にあたっては十分な敷地面積と設備があること。飼育者自身が飼育に時間を避けることが最低条件となる。以上のような理由から国内での飼育頭数は非常に少ない。また、交配が行われているカナダやアメリカでは飼育環境の不備による脱走や飼い主が 扱いかねて放逐するケースが少なくないことから、このような犬種を荒廃、飼育すること自体に対する批判もある。日本では2015年に4頭が管理者の女性を噛んで死亡に至らせたと考えられる事件も発生している。なお、弁義上は犬種という呼称を使用するが、日本で犬種認定や犬席登録を行うジャパンケネルクラブで純血犬種として認められるのは、 福祉公認犬種であるサーロスウルフホンドお及びチェコスロバキアンウルフドッグであり日本で一般的に見られるウルフドッグはアラスカやカナダから輸入された交雑種であるため正式には犬種としては認められないありがとうございます